庭を食虫植物や多肉植物で埋め尽くしたいなって思ったことはありませんか？今日はそんな夢が一気に叶ってしまいそうな巨大なフラワーセンター的なところを見つけましたので、そこで植物たちとの交流を試みてみたいと思います。園芸用品のお店っぽくなってきました。なんかね、こういう市場のお店の街ですね。お腹が空いてるので、本当はね、食べ物屋さんがずらっと並んでてくれると理想的なんですけど、もうこれはこれで面白いのでちょっと見ましょう。なんかね、お惣菜屋さんとか屋台がいっぱい並んだお店の街っていうのは結構目にするんですけど、園芸用品ですよね。そういうのに特化したお店が並ぶっていうのは初めてなので、ちょっと探検したいと思います。あ、なんかこういうところ面白そうだぞ。多肉植物、ランですかね。ここはレジでおばちゃんが野菜を切っていました。あ、もうずっとこういう手が続いている。噴水屋さん、噴水を売ってますよ。噴水が必要になったらちょっとここに来るといいかもしれません。こっちにもあるよ。なんだここは、広いな。あ、こんな場所があったとは全然知りませんでした。あ、ちょっととんでもないところに来てしまいました。なんとまだこっちにもこんなに広大な土地が広がっています。そしてお店タウンはまだまだ、あ、こっちにもつながっています。今ここあで地図があったのでちょっと見てみましょう。今どこだ？多分ね、こっちの方から入ってきたんじゃないですかね。この今向いてる方向がこっち側ですかね。まだ先があります。ここはカムティエンガーデンマーケットって言って、たくさんの園芸店が集まった市場でした。まあ、いわゆるフラワーセンター的なところでしょうか。場所は旧市街から北へ歩くと30分ぐらい、車とか自転車だと10分くらいのところにあります。市場の中には車で入れるし、しかもお店の前にもう横付けっていうんですかね、できるみたいなんで、なんか大きな植木が欲しい場合は車で行って、で積んで帰ってくるっていうこともできるみたいです。ちょっと壮大すぎるので、あんまりね、深入りすると帰ってこられなくなるのは分かってるんですが、でもまあちょっと行ってみましょう。この先はね、飲食店はない気がするんですけど、食べるより優先させたいこともあるわけです。私めはですね、そういったじゃあ趣味があるのかというと、そんなことはないんですけど、こういう世界もあるんだなっていうのが驚きや発見がありますね。これは何だろうね、業者さんが買いに来るのかな。まあ小売りもしてるんだろうけど、なんだここは、植物の街ですね。食虫植物みたいな植物ばかりを売っているお店もある。上の方は枯れちゃってますね。ここはバラ屋さんだ。おお、そしてこういう色とりどりのカラフルな置物を売っているお店ですね。ガネーシャ。植物みたいなものもあります。ここはすごいな、茶色いいろんなものがいっぱいあります。人の顔だったり、卵の殻に穴がいっぱい開いたようなのがなかなかいいですね。あ、でこれがね、もう端っこのような感じがしますね。だから地図でも結構、あ、奥まだあるんだなって思ったけど、実際に歩いたらもうそれ以上に距離を感じたので、バカっ広いですねここは。あ、でここも外に出られるんですね。反対側の入り口なんだと思います。でもここちょっとね、面白いのでちょっと歩きましょう。ほら街だよね。なんとか空ぐらいの規模がある気がします。
ですけど、いやーそれはすごいな。もうお店というかですね林みたいになってますけど、ここちょっとじゃあ入ってみましょうか。木の香りというよりは土の香りがしますね。だだっ広い迷宮に迷い込んでしまいました。あとね、やっぱね、見たことない花とか草があるんですよね。こんなの見たことないしな。で、見たことあるようでなんかちょっと違うとかね、そういうのが多いですね。犬がいました。こっちは暑くないですか。そこは日が当たって影がないですが、ちょっとお昼ご飯を食べたいなと思います。コリーナっていうのかな、ちょっとどんなメニューがあるかわかんないんですけど、入ってみましょう。あ、何か、じゃあこれがいいかな。そうだ、これはうまいだろう。うまそうなものが来てしまいました。ガーデニング市場の中にあるコリーナさんというお店をたまたま見つけて入ったんですけど、超美味しかったですねこういうのが食べたいと思うものがズバリ出てきました。プリザーブドエッグって書いてあったので、目玉焼きかなんかがご飯の上に乗ってくるのかなって思ってたんですけど、ピータンでしたね。パリパリに揚げてある青菜、葉っぱが乗っかってたり、唐辛子がいっぱい入っていて、ものすごく辛かったですね。だけどね、味付けが甘辛くて、で辛みの方がちょっと強くて、ご飯とそれが相まってものすごく美味しかったです。さあ、でもうちょっと市場を見学したいと思いますが、まだこっちにもある。こっち行くともう日が暮れてしまうので、気になったところを見ていきましょう。あ、風鈴ってタイにもあるのかな。日本の文化が上陸したんでしょうか、もともとあるんでしょうか。こっちにもある。風鈴的なものっていうのはどこにでもあるんですかね。みんな思いつくものなのかな。やっぱりガーデニングというとですね、こういうピンク色のゴムシみたいな生き物がつきものだと思いますので、瀬戸物でもない、陶器でもないような感じがしますけど、でもプラスチックではなさそうです。なんだろう、なんでしょうね。どういう素材なのかよくわかんないんですけど、あとね、竹槍を売っていますね。タイではああいう給水塔をよく見かけますね。あ、もうこの辺はなんか畑ですよ。ここはね、レンガ屋さんですね。レンガがうず高く積まれております。また、置物屋さんもあります。チェンマイのガーデニング市場っていうんですかね、園芸の専門店がいっぱい集まっている市場がありましたというお話でした。ではさようなら。